スタートしました。1番のポッドタイムなどダッシュつきません。高ダッシュは8番厚かましい、厚かましい聞かけますが、これを制して7番ランデックリオサ、ランデックリオサ厚かましい4枠2頭向こう正面出ていきます。あとは1馬身差、ロッカバラードが3番手、内は2番のマイネルフロストです。間に入りまして前から5頭目エリーフェアリー追走、そしてアピシウス、さらにはブラックチョコがいて、内には3番のナイルエクスプレスです。中段には6番のトゥルーモーションが追走しまして、外からは15番ピュアストレインの体制、あとはパーティクル、ケイツウラノス、内が4番ミュゼエクスプレス。3馬身下がって後方3頭、14番のウィンマーレライ後方から3頭目、あとは10番エゾベンケイ、最後方16番第一トゥルースです。なお1番のポッドタイム、早くもジョッキーが下馬、競争中止しています。前は3コーナーカーブしていきます。先頭は4枠2頭ランデックリオサ、厚かましいが2番手、3番手には11番ロッカバラード、4コーナーへ向かいます。あとは5番のエリーフェアリー追走しまして、外にはアピシウス、ブラックチョコ、さらには外を回る15番ピュアストレイン、第4コーナーをカーブします。内をついている2番マイネルフロスト、直線コースに今向かいました。4枠2頭並んでいる厚かましいランデックリオサ、さらには広がりましてロッカバラード、ロッカバラードが今度は先頭から 400m 通過した。内から2番のマイネルフロスト追い込んでくる。おお、外からは14番ウィンマーレライ、ブラックチョコも差を詰めてくるが、坂を上がりましてウィンマーレライが馬場の真ん中先頭か。内からは2番のマイネルフロスト、残り100メートルになった。マイネルフロスト、マイネルフロスト、ウィンマーレライが2番手、3番手ブラックチョコ、先頭は2番のマイネルフロスト、ゴールイン、内から抜け出ました。マイネルフロストデビュー勝ち。